滝沢正光は日本の元競輪選手である。千葉県八千代市出身。師匠は長岡博美。1980年代から1990年代に、かけ、中野光一、井上持ちながらと共に、競輪黄金時代の一翼を担った。現在は日本競輪選手養成所、第23代所長。妻は1987年度ミス日本の桑原、高子。 息子は、放送作家の滝沢光春。千葉県八千代市立勝田大小学校同勝田、大中学校千葉県立八千代高等学校卒業、中学、高校時代は、バレーボール部に所属。バレーボールに熱中し、競輪とは無縁の環境で育ったが、自転車に乗れなくても、競輪選手になれるという新聞広告を目にしたのが、きっかけで、適正試験を受けて、 日本競輪学校に入学した。自転車競技の経験のなかった滝沢は入学後、それまでバレーボール向きに鍛えていた筋肉を自転車向きに作り変える必要に迫られ、人より1時間でも1分でも長く自転車に乗ることを心がけた。この習慣はプロデビュー後も続き、自転車に長時間乗るという練習方法を徹底的に実践した。若手時代には1日の練習時間は、 最低8時間、走破距離は 200km に及んだという。ウエイトトレーニングなど他の練習方法も試して、見たが、しっくりこなかったという。日本競輪学校第43期卒業。1979年4月1日に、選手登録。初出走は1979年4月8日、大津美和子競輪場でこのレースで、初勝利を挙げた。 しばらく思うように勝てなかったが、人並み外れた練習量をこなすことにより、徐々に力をつけていった。滝沢がデビューした当時の競輪会は、中野光一の前世紀で、同じ九州の井上持長と共に特別競輪のタイトルを分け合う状態が続いていた。それに対抗するため東京の山口邦夫が中心となり、弟の山口健治、尾崎正彦。 清島一ららと千葉の吉井秀人正光にに特別競輪において東京と千葉で共闘し、中野ら九州勢を倒すことを呼びかけた。東京と千葉は自転車競技会の管轄が違うので、本来ならば共闘はありえないが、千葉県の松戸競輪場は、東京北東部の選手も所属していることから交流があり、彼らが特別競輪前の合宿などで、 立山市を走る暴走フラワーラインという道路をよく、ロード練習で利用していたことから、この共闘団結は自然にフラワーラインと呼ばれるようになった。滝沢はこのフラワーラインの中心的な役割を担うようになる。一瞬のダッシュ力では一流選手よりも劣ることを自覚していた滝沢は、とにかく積極果敢に先行して最後はラインの誰かが勝てばいいという心構えでレースに臨み、 やがて、日本一の先行選手を目指すようになった。1980年、初出場のオールスター競輪で準決勝に進み、一流選手の仲間入りを果たした。ところが、中野の壁は厚く、1983年の競輪再決勝でもめくられ三着に終わるなど、その先行は中野に通用せず、敗れ続けた。しかし、1984年の千葉競輪場での日本、 選手権競輪でフラワーラインの連携が実ってデビュー5年目にしてついに中野を倒し初タイトルを手に入れた優勝インタビューは感極まって楽類言葉にならず叫ぶように競輪選手になってよかったというのがやっとだったその後も正光はますますその脚力に磨きをかけフラワーラインの他選手の援護もあってタイトルを量産していった 特に1987年は13場所連続優勝に加え特別競輪の3連覇、競輪グランプリ獲得と、その年の獲得賞金額は当時プロ野球最高年俸の内合博光を抜いて、全プロスポーツ界最高の金額であった。やがて選手勢力の変化などにより、フラワーラインは自然解消していったが正光の勢いは衰えることなく、 1990年11月27日、小倉競輪場での競輪祭を制したことで、井上持長以来史上二人目となる、特別競輪全館制覇を成し遂げた。1992年には最も得意としていた、高松の宮杯競輪で5回目の優勝を果たすがこの、レースの翌日に2着だった中野が引退を発表したため、3着だった井上持長と共に、 初めて表彰台で3人が並んだことは、自らが、中野、井上、正光のいわゆる、三強時代に印度を渡すことにもなった。30代になると、最終集会のバックストレッチで、トップに立っていれば勝てると自認していた、アシに衰えを感じ、客室を先行から自在型に移行させていった。ただし先行への未練は立ちがたく、本当の意味で、 自在型となったのは30代後半になってからであったという、体力の衰えはトレーニング法にも影響を及ぼした。練習方法を長時間自転車に乗るやり方から短時間に集中して乗るやり方に切り替え、1日の練習時間は4、5時間、走破距離にして1 0 0トルほどに落とした。45歳を超えてもなお S 級の選手として活躍していたが、 近年の体力の衰えは隠せず、2008年7月1日から S 級から A 級への降格が決まり、これを受けて滝沢正光は A 級に下がってまで走り続けるつもりはないとして、高級を待たずして現役を引退することを決意。2008年6月24日の富山競輪、開設記念最終日に R が最後の競争となり、後日周囲に引退の意思を公表し、 6月27日に現役引退記者会見を行った。6月30日、選手登録削除。滝沢のホームバンクであった千葉競輪場では彼の功績を称え、2008年より記念競輪のタイトルをそれまでのコスモス杯から滝沢正光杯と改めて開催することとなった。通算成績は2457総中787勝。 優勝回数150回。生涯獲得賞金は17億5644万円で、神山雄一郎に次ぐ歴代第2位。選手として晩年に当たる頃の2007年10月、長年の競輪に対する真摯な姿勢が認められ、現役選手でありながら、日本競輪学校の名誉教諭となり、かねて立てつられていた愛称。 滝沢先生が現実になった。現役選手時には非常勤として競争圧戦の合間を縫って教鞭を取っていたが、2008年に現役を引退した直後からは日本経輪学校に常勤の教官として就任し、更新の指導に当たっていた。そして2010年4月1日より日本経輪学校の第23代校長に就任した。元経輪選手が 日本競輪学校の校長に就任したのは史上初めてのことであった。なお、日本競輪学校は2019年5月1日に日本競輪選手養成所に名称変更したため、現在は所長という肩書きとなっている。また、養成所においては滝沢正光としている。デビュー時から果敢に先頭で走る徹底選考に徹し、最後の直線では力を入れるためか、 首を上げる独特のフォームでペダルを踏み込んでいる。最初の頃には、後ろの選手にめくられたり追い込まれたりすることが多かったが、いつの間にか相手がどれだけ強かろうとも逃げきて、しまうだけの脚力を身につけていた。また他の選手との並走や追走についてもほとんど苦に、せず、すべてにおいてパワフルな走りと、滝沢自身が大柄であったことから連想されたのか。 いつしかたの選手やファンからは怪物と呼ばれるようになり、後に出た漫画のタイトルの由来にもなっている。選手生活の晩年は、脚力が衰えて、追い込みに回る数が増え特別競輪の一線級で走ることは少なくなったものの、その人気は絶大で、現在でも後輩の選手やファンからは、下記の敬意もあり、尊敬の意味も込めて、滝沢先生とか、先生と呼ばれることが多い。 なお、本人自身は、自らの選考を形容するに、朝まで走っても差し切れないというフレーズが気に入っていた。漫画音楽1984年、日本テレビ系のバラエティ番組、スーパージョッキーのコーナー、ザガンバル、マンに、吉井秀人と共に、講師役として出演。その際、二人とも撲突な姿勢が、 番組スタッフに受け入れられたのか、以後も1986年頃までほぼ1ヶ月に1回のペースで準レギュラー出演するようになった。ただ当時の滝沢は収録日は高速時間が長くなることを想定して、当日は早朝から十数キロ乗りこなすなど常に練習は欠かさなかった。ちなみに滝沢が吉井と共に先生と呼ばれるようになったのは、 この番組がきっかけであり、先生とは上日のガンバルマンの講師役ということに、ちなんで付けられた。当時は二人とも独身だったことから、番組内で、滝沢、吉井良先生のお嫁さん募集というコーナーが設けられたが、二人ともにこのコーナーをきっかけとして、相手を見つけ、結婚に至った。なお、1987年に挙行された滝沢の結婚式には、 キューピット役と思エルビートたけしが招待されている。奥様は1987年度ミス日本桑原、高子。ありがとうございます。